新年、明けまして、おめでとうございます。お前ら。明けましておめでとうございます。2014年が始まりました。1>, 1月の4日でございます。はい、福山冬の大感謝祭、その13ホテルで福山2も、無事、10日間、終了いたしました。わかりました。そして、紅白も、なんとあの台湾をつないで、ね 中華圏へと。すごかったですね、ええ。およそ数億人が、僕の失態を。<laughs> まさかあんなことをやってね<え>。びっくりしました。まあこれ今ロックオンなので、ええ、あの、一体どんなステージだったのかっていうのは僕はもう想像、想像できてないんですけども。だってまだあの、感謝祭すら始まってないですからね、これね。<laughs> うん、まあ正直に言うとね。ええ。なのでまあ、感謝祭はまあ僕、 僕は当然支配人なので、はい、えぇ、ー、いろいろこう、プロデュースできるんですけども、はいはい、まあ、紅白であるとか、うん、その、台湾との中継であるとかっていうのはもうね、はいはい、アンコントローラブルなところもたくさんあるので、不測の事態が起こることもありえるわけですよね、うん、これ。えー、だから、とんでもないことが起こってた可能性もあるんですよ、起こる可能性も、未来には。<laughs> だから本当に放送が例えばこう、 何かのあれでうまく繋がらなかったりとかね。それもありますし、ずっとでっかい目くそが右目についてたとか。<laughs> みんながそれが気になって気になって。気になっちゃって何億人もが、うわーっていう。やっぱり目くそ出るんだみたいな。<laughs> これ気になるな今今気になってきちゃった目くそ今取れてます。大丈夫ですよ。大丈夫ですか、えー、ありがとうございます。えー、うまくいってることを願います。ね、頑張れ、俺。新年。 明けまして、おめでとうございます。お前ら。明けましておめでとうございます。2014年が始まりました。1>, 1月の4日でございます。はい、福山冬の大感謝祭、その13ホテルで福山2も無事、10日間終了いたしました。したそして、紅白も、なん